ぱアイドルさんとかでもそういう芸能の方とかでも、はい、私去り際がかっこいい人素敵だなと思うタイプの美学に憧れていたので、はいはい、辞める時はスパッとこう引こうっていうのは決めてはいたのでいつ辞めるっていうのはなかったんですけど、なんか辞める時はちゃんと断固準備してっていうのはずっと考えてました、はいはい、その電波組インクに入らなければ多分一生アイドルにならなかった人生だと思うので、自分が幸せになることも許せるし、人の幸せももちろん願えるっていうのはアイドルにならなきゃわからないことだったので、